またあそこに行くことになるとはな。ペンネ殿は随分と活躍したと聞いてるでござるよ。うん、希代の魔術師であるわしの知識が活路を開いたと言っても過言ではないな。では今回の任務も安心でござるな。ここが電気室だ。コンソールが壊されているわね。この引っ掛け跡はキャンサーと見て間違いなさそうよ。では探索は不可能ですか。この程度私が直せるわよ。非常電源エコロジーモードで起動します。空調システム起動。さすがヤマーチ様にギー。世界を滅ぼすマッドサイエンティストの手にかかればこの程度の敗戦。施設内に空気汚染を確認。セキュリティシステム起動。隔離用防護壁作動。レーザー感知システム作動。私のせいじゃないわよ。この展開知っておる。硫化水素ガスのせいで仮想へ行けなくなった。その時はどうしたんですか。うん、小笠原が換気システムのスイッチを押すのに失敗し、わしが硫化水素を無効化させる薬品を調合したのだが。ならまた薬品を作るでござるよ。そんな都合よく材料を持ってきておらぬわ。お前はここに来たことがあるんでぎすよね。どうして準備しておかなかったでぎす。君が管理してると言っておったから安心しておったわ。あそこにあるのが換気システムのスイッチだ。硫化水素ガスが溜まっていますね。うん、施設の構造上そうなりやすいのかもしれない。要は吸わなければいいんでござろう。吸い込む前に突っ切ってしまえば問題ないでござる。できるの？そんなこと。あのスイッチまでなら息を止めて走り抜けられる距離でござる。待て、嫌な予感しか出ぬ。空気が動きましたね。換気システムが正常に働いているようです。施設内の空気の正常化を確認。隔離用防護壁を解除します。あのスイッチまでなら息を止めて走り抜けられる距離です。いろいろと思うところがあるんでしょう。そっとしておいてあげなさい。テンネさん、どうして慰めるように私の肩を叩いていったのでしょうか。あれは何でギス。赤い光の線が浮いているでギス。レーザー感知システムも復活しておったか。どういったものですか。あれに触れると音が鳴ってキャンサーが寄ってきてしまう。だが安心するがいい。すでにこの警備システムは克服しておる。今のわしなら帽子をかぶったままでも克服できてない。帽子当たってる。キャンサーが来ます。わしでは 15% の壁を覆えてるのか。あの奥のスイッチでござるな。ポチでござる。85% あるならいいだろ。この帽子はわしが魔術師である誇りなのだぞ。ござるか。いろいろと思うところがあるのでしょう。
しておいてあげてください。これがデンネさんの言っていたガラスの防護壁。壁の向こうにキャンサーがいますね。防護壁のセキュリティを解除してあのキャンサーを倒さなきゃ進めないってことね。うん、あそこの端末にパスワードを入力すれば。ウゴ、何をしている。山内様から教わっている算数で簡単に解除でき。関係者以外の操作を確認。秘密保護のため通路を遮断します。お、拙者閉じ込められたでござる。神崎、大丈夫なの。落ち着け、決して取り乱してないぞ。キャンサーもガラスの壁は破壊できないようでござるな。それほど慌てる必要はなさそうでござる。ニルバーナ、クリティカー。ジェンレ殿、どうしたでござるか。いろいろと思うところがあるんでしょう。そっとしておいてあげましょう。デンネさんが慰めるように私の肩を叩いていったのですが、なぜでしょう。いろいろあったんじゃねえか。